はい、どうも、うみです。本日は今時言葉検定2というゲームをやっていこうと思います。いきなり2から始めるスタイルです。はい。私、1はやったことはありません。全く、見たこともないし、やったこともないから、全然わかんないんですけど、どういうゲームなのか、これが。まあね、私レベルになると言葉検定2からでも余裕ということで、はい。もう飛び級ですよ、飛び級。ではやっていきましょう。スタート。ワンはもう飛び級してきました。お、今時言葉1、パリピ。パリピ？え、パリピなんて余裕じゃないですか？パリッと、パプリカとピーマン。パプリカとピーマンをパリピって言ってる人いたら、ちょっと私好きかもしれない、その人のこと。パーティー好きの人、パリの人々。あー、パリの人々。パーティー好きの人々。人、人ですね。え、答える。はい。パーティー好きの人。はい。よしよし、私本気でいきますね、今回。正解、丸。え、かわいい、この絵。パリ、私たちパリピです。パリピはパーティーピープルの略で、パーティーやイベントなどでノリよく盛り上がる人を指します。クリスマスや年末年始は街中がパリピで溢れかえりますね。まあ、みんなパリピってわけではないと思うけどね。どちらかというとクリスマスはリア充じゃないかな。うん、リア充もパリピに含まっ、あ、まあ、パリピもリア充か。リア充もパリピか。うん、奥が深い。じゃあ次。いやー、でも私こん中絶対入れないな。この私たちパリピです。その中には絶対に入れない。次。天揚げってどういう意味？はいはい、わかりますわかります。1、天ぷら。2、緊張する。3、テンション上げ上げ。神様のお告げ。4。はい。天ぷら。あ、確かにね。天を上げる。天ぷらね。あ、なるほど。緊張する。あ、上がるってことね。はいはい。で、テンション上げ上げ、神様の、あ、天に上がる。あ、そういうことね。うわ、面白い。この違う答えが面白い。テンション上げ上げ。はい。おー、いいね。天上げですね。え、いいじゃん。みんな胸でかくない？天上げはテンション上げ上げの略で、気持ちが上がっている。つまりハイテンションの時に使います。対義語はテンションが下がるという意味の天下げです。はい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 。これはね、私 A3 というね、アプリゲームでね、うん、知りましたね。天上げっていうキャラがいるんですよ。はい。ペコルってどういう意味？ペコル、え、待って、ペコル、え、わかんない、これ聞いたことない。お辞儀をする、お腹がすく、不二家に行く。不二家ではないね、それ絶対違うと思う。ペコ&リュウチェル。ペコ&リューチェル、ペコルっていう人聞いたことない、絶対。え、お腹がすくかな、この場合。で、女子高生とかが使うんでしょ？お辞儀をするときにペコロ、ペコりますねとか言わなくない？ペコる、お腹ペコったーって言うんじゃないの？お腹ペコったーでいこう。おっしししししいいよ、私女子高生の心理を読み取ってる。ペコル、あ、このイラストは女子高生じゃなかった。ペコルはお腹が空いたという意味です。お腹がペコペコという表現が由来です。まあそうだろうね、うん、そこじゃなかったらどっから、ね、ペコルが出てきたんだろうってなっちゃうけど。美味しそうなご飯たち。あ、ハンバーガー食べたいな、今ハンバーガー食べたい気分。秒でってどういう意味？秒単位できっちり、忘れっぽい、飽きっぽい、すぐに。え、これは、はい、わかりますね。秒単位できっちりと見せかけてのすぐに。よしよし、そう、秒でなんとかやってくるわとか言うから、うん、そう、もうすぐ即終わらせてくるわみたいな感じですね。秒ではすぐにという意味です。すぐに終わるでしょう、秒でしょというなど、もう文脈によってすぐにに意味合いがプラスされます。はいはいはい。何してるの？遊ぼう。OK、 秒で宿題終わらせるわ。あー、そうですねですねですね。え、なんかすっごい、これ秒で宿題終わらせるわって、あ、これ大学生なのかな。なんかすごい大人に見えたんだけど、大人でも宿題はあるのか。うん、まあいいや、そのどうでもいいどうでもいい。カレピッピってどういう意味？カレピッピ、彼氏。2、カレーライス。3、ペット。カレンでか弱い。カレンでか弱い。あー、これは皆さんわかりますか？では、3、2、1、彼氏。余裕ですね、これは。余裕だね。おー、好き、俺も。なんだこのイチャイチャラブは。カレピッピは彼氏を呼ぶ愛称のことです。私のカレピッピがという風に使います。ピッピに特に意味はなく、ただただポップで可愛くしています。ね、なんだろうね、私もずっとこれは気になってる。ピッピは特に意味なかったんだよね。でも
カレピガーとかね、なんかちょっとふざけて使ったりするけど、うん、あ、私にカレピがいるじゃないからね、うん、あの友達とかね、カレピガーって感じで、はい、ちょっとなんでこんなになんか弁解してんだろう。BFF ってどういう意味？ BFF 聞いたことないな。ずっと友達、豚まん夫婦、フルーツパフェ、また明日。え？何 BFF？ 豚まん夫婦？豚まん夫？いや絶対違うと思う。なんで特定豚まんなの？肉まんでしょ。え？ずっと友達、ベストフレンド、フォーエバー。来たこれ。ベストフレンドフォーエバーでしょ絶対。でしょ。うおー、私まだまだ若いよ。BFF とはベストフレンズフォーエバー。やっぱりね、英語もちゃんと分かったよ。の頭文字を取った言葉で、ずっと友達という意味です。直接口に出すよりもテキスト、写真アプリくらい SNS などで用いることが多いです。なるほどね、今の若者は BFF と書いてるんですね。はぁはぁはぁ、もうプリクラとか撮らないからな。わぁいいね、でもなんかずっともじゃん。ちょっとユリに見えるけど、これんご、当てた、んごってどういう意味？フラミンゴ、ご飯、特に意味はない、リンゴ。いやこれは特に意味はないでしょう、絶対に。特に意味ないよ。なんとかんごですよね。な、誰だろこれ言い出した人。待って、なんかすっごいごつい人が言ってる。僕が語源になってる。あ、そうなの？元楽天イーグルス投手ドミンゴ。あ、そうなん？え、私ごめん、ちょっとこの選手全然わかんない、野球はあんまわかんないんですけど。そうなんだ。んごは語尾にプラスして使います。もともとは不幸なキャラを演出したり自虐したりするネットスラングでしたが、最近で特に意味なく語尾に付け足して使われています。痛恨のミスにより逆転負けした楽天のドミンゴ元投手が語源となっています。そうなんだ。知らんかった、それは。ドミンゴグスマン、これ知ってたらちょっと物知りなんじゃないの。ちょっと私絶対もうこれゲーム終わる頃には忘れてそうだけど。はい、次。おけ丸ってどういう意味？丸いおけ、丸日、おカラオケ、オーケー。え、待って、私今んとこパーフェクトだよ、全然わかるもん。え、私ってまだ若いね。オッケー、はい、おけ丸、あ、出た、正解の女の子、おけ丸の子だったんだ。おけ丸はオッケーという意味です。オッケーに由来しており、句読点の丸を丸と読んでいます。了解した時にオケ丸とポップに使います。オケ丸は私もたまに使いますね。オケとかオケ丸って言いますね。オッケーっていう時。ふっかるってどういう意味？フットワークが軽い、フッ素加工の軽量フライパン、軽率な行動、軽自動車。これどれだろう。わかんない。ごめんなさい、ちょっと茶番入れちゃいました私。ふっかる、ははえな、それふっかるのレベル超えちゃってんじゃないの。すぐ行く。ふっかるはフットワークが軽いという意味です。基本的に友人からの誘いを断らない、すぐに行動に移せるタイプのことです。私これはふっかるなのかな。私、うん、もうだってそんなに忙しい用事とか特にいつもないから、うん、全然友達からの誘い来たら行きますね。私ふっかるじゃん。ここまでふっかるではないけど、こんなすぐ行くではないけど。おい、もしよる、あー、ありがとうございます。星5です、気持ちいい。でもすいません、ちょっと後で。盛るってどういう意味？盛るだよね。嘘を吹き込む、山盛りにする、毒を仕込む、膨張する、嘘を吹き込む、これだよね多分。あー、よかった。顔を盛る、盛るは膨張するという、膨張、あれ膨張だっけ、これ読み方。話を大げさに話したり、髪にボリュームを持たせたり、派手めのメイクしたり、さまざまな場面で使います。実物よりも可愛く写真が撮れた場合に盛れたと使うこともあります。そうね、今日盛れたっていうもね、もうすごい顔持ってるこの人。あー、いいね、頑張れ、可愛い。あ、間違えました、シェアじゃありません。次、リア充ってどういう意味？リアルの生活が充実している、リアルに充電がない、リアルに充血している、リアルに匂いが充満している、リアルの生活が充実している、リア充ですね。いや、こういうとさ、リア充ってさ、なんか恋人だけ、恋人いる人のことを使うけどさ、私もリア充だと思うんですよ自分で、うん、だって別にね、毎日生活充実してるよ、楽しいもん毎日。
リア充はリアルの生活が充実している人の略です。ネット以外の現実生活、仕事や恋愛、趣味などを存分に楽しんでいる人のことを指します。あ、やっぱね、あ、恋愛だけじゃないよね。うん、仕事や恋愛、趣味など、私リア充だ。私リア充です。はい、私今日からリア充です。今日から、うん、ずっとリア充です。はい。なんかもうすごい陰キャが言いそうなこと。ソロジュ、ソロジュってどういう意味？一人ぼっちの人、ソロバン、一人で楽しむことができる人、独身貴族。一人で楽しむことができる人だよね。うん、よかったよかった。いいよ、パーフェクトだよ。一人が好き。ソロジュは大勢でワイワイ楽しむ。リアジュの発生でできた言葉で、一人を好み、一人で私生活を楽しむことができる人を意味します。ぼっちとの違いは、一人であることを卑屈に感じておらず、むしろ充実感を味わっているところです。あー、でもいいね。うん、ソロジュ。私結構ちょっと一人、いや、ぼっち悲しんじゃうタイプで、今もね、実は、そう、私引っ越して今友達とルームシェアをしてるんですよ。だから私ソロ住ではありません。はい、次。でもいいよね、一人の時間でも大切大切。意味不ってどういう意味？意味深、夜中、意味不明、隅の不、隅の不、飲んじゃう、隅の不。意味不明ですね、意味不明。はい、おい。意味不は意味不明の略で、意味もそのままです。マジで意味不なんだけど、という風に使います。数学意味不。死んでる。もう数学、いや数学はね難しいね。もうつまずいちゃうよ絶対に。はい、どちゃくそってどういう意味？マジクソ、ごちゃごちゃ、めちゃくちゃ、べちゃべちゃ。え、ま、どちゃくそ、めちゃくちゃじゃないの？私めちゃくちゃって意味でいつもどちゃくそやべえみたいなこと言ってるんだけど。あー、よかったよかったよかった。そう、意味間違ってたらどうしようって思ったけど。どちゃくそ眠い。どちゃくそはめちゃくちゃとほぼ同じ意味です。めちゃくちゃ可愛いものを見たときに、どちゃくそ可愛いという風に使います。そうだよね、私もたまに使うけど。うん、イケてる私。ねがるってどういう意味？写真を現像する、落ち込む、悪口を言う、ねがえる。ねがる、落ち込むですね、ネガティブになるから。はいはいはい。いろいろあって願ってます。ねがるは気持ちが落ち込むという意味です。消極的、否定的という意味の英単語ネガティブが言葉の由来です。そうだよね。じゃあポジティブの場合はポジる、ポジる。ポジるって聞いたことないな。ねがるは聞いたことあるけど。イケボってどう？こんなのもう余裕のよっちゃんちゃんや。かっこいい声、イケてる坊主、イケない声、イケてるなし。イケてる坊主って言い方。イケてる男子じゃなくてかっこいい声、イケメンボイス。あ、そうか、イケかっこいい男、イケてるボーイみたいな感じで使えたりもするのか。はい、イケボ。イケボはイケてるボイスの略で、聞くだけで整った容姿を想像させるようなかっこいい声という意味です。男性に限らず女性に対しても使うこともあります。そうね、女性声優さんとかね、のショタボイスとか、男の子の声とか、もうイケボってなるもんね。なるなるなる。あーもう、あーもう、うん、いい、とってもいい。テラレナ、テラレ、やばい、知らないの来た。テラレナってどういう意味？手つなげない、やってられない、お寺に行きたい、照れる。テラレナ、やってられない。やばい、わかんない。初めての正解来るかも。テラレナ、やってられな、やってられない。あ、よかった、合ってた。照れるとめっちゃ迷ったんだけど、やってられないんだ。テラレナはやってられないの間を取った言葉で、やってられない、バカバカしくて続けられないという意味です。お笑い芸人ブラックマヨネーズの吉田さんがバラエティ番組で発してブーム。そうなんだ、テラレナ。これ吉田さん。そう、知らんかったそれは。テラレナとか聞いたことないもん。ウプってどういう意味？あ、わかるよ。吐きそう、アップロードする、マッサージする、笑いをこらえる。ウプ、ウプ主とか言うもんね。だからアップロードする。はい、ウプはデータやアップロードをするという意味です。パソコンで文字切り替えせずにアップと入力するとウップとなるため、略して、あ、そういう意味ね。ウップやウーピーやウップというようになりました。それは知らんかった。すっごい、この絵、このイラスト相当ネット民ですね。グーカワ、グーカワ、喉が渇く、グーの音も出ないほど可愛い、寝顔が可愛い、伊勢神宮の川。もう絶対に違うね、伊勢神宮の川だけは絶対にないと思う。グーカワはグーの音も出ないほど可愛い。おー、ほいほい、よかったよかった。
グーカワはグーの音も出ないほど可愛いという意味です。動物の赤ちゃんの動画などはグーカワで、あーもうそれはグーカワですね私今知ったんだけど、グーカワ初めて使ったんだけど、それはグーカワっていうのはなんかよくわかる。はい、これ多分20なんで、これラストにしようと思います。リアルガチってマジで私全問正解じゃん。リアルガチってどういう意味？緊張でガチガチ、カプセルトイ、殴り合いの喧嘩、超真剣これは超緊張でガチガチと見せかけての超真剣。はい、いいね。私まだまだ若いよ。リアルガチで漏れそう。リアルガチは超真剣に〇〇、超真面目に〇〇などと強調する言葉です。リアクション芸人出川哲朗さんがテレビ番組内で使い始めたのがきっかけで、ガチの最上級を表す言葉として広まりました。でも、これは出川さんが言ってるっていうのは知ってるけど、実際に使ってる人あんま見たことない気がする。リアルガチでとか、あのね、マジでやばい、リアルガチでとか言ってる人聞いたことないよでこの例えの絵がなんでトイレ